今のは言い過ぎだと思うよ。忍は彼女はそんな子じゃない。橘さん、僕は気持ちはよくわかったわ。え？要するに。めぐるくんは同じ新聞部である私よりもライバルのしのぶさんの味方なのね。なら今日限り君とのコンビは解消ね。パートナーの言うことを信頼できないなら一緒に活動なんてできないわ。ふん、ふん。だいたい有能なる私は最初から一人で十分なのよ。あなたはしのぶさんとどうぞお幸せに。立花さん、言い訳なんて聞きたくないわ。二度と私の前に現れないでね。立花さん、よければ持つの手伝おうか。結構よ。残りはめぐるくんに選別代わりにあげるわ。じゃあ今度こそ本当にお別れよ。さようなら。あ、ちょっと。橘さん、
やっぱりダメだ。立花さん、大丈夫かな？この辺で。まだそんなに遠くには行ってないはず。あ、橘さん。よかった、探してたんだよ。どうして探す必要があるのよ。私とめぐるくんとはもう何でもないんだからね。だって心配だったし。心配だったからって、とにかくもう何でもないんだからね。あれは。しょうがない。おとなしく授業に出よう。
いい？まずマグネシウムをまとめたこのマグネシウムリボンの量をちゃんと電子天秤で測るのよ。ああ、目分量じゃダメ。でないと塩酸と反応させた時水素が大量発生しちゃうこともあるんだから、下手すれば大事故になるのよ。じゃあまずフラスコにマグネシウムリボン入れて、次に塩酸を注いだら試験管の口に火をつけたマッチを近づける。うわっ、何事？どうしたの桃井くん、大丈夫？これは寝ぐるくん、あなたラジオしたの？よくわからないんですけど、瓶が割れたらこうだって。ってこと、よりにもよってたくさんの瓶ひっくり返したのね。すみません、ちょっと考え事をしていて。とにかく謝るよりも何よりも掃除が先決よ。ほっとくと匂いが校舎全体に広がっちゃうわ。さ、めぐるくん、急いで急いで。本当すみませんでした。まったく、覚悟なさい。あと2日はこの匂いフロアから取れないわよ。でも珍しいわね。いつも何でも冷静かつ完璧にこなしちゃうめぐるくんにしては。何かあったの？そういえば立花さん、授業にいなかったわね。こっちも珍しいわ。あの健康優良児のお手本みたいな子が。もしかして瓶割っちゃったことと関係ある？あ、いや、その別にそういうわけじゃ。まあいいけど。でもこれからは本当に気をつけてね。ただでさえこっちは備品盗まれたりなんだりと、いろいろ校長とかに目をつけられているんだから、これ以上騒ぎが起こったら私本当にクビよ。はあ、わかった。
そういうことだったのね。もう誰を勝手にカナ入力にしたの。カナ入力ってパソコンの文字変換のあれですか？誰かがね、このパソコンを使ったみたいで、私さっきからずっとローマ字変換で文字を打とうとしてたから意味不明の文章ばかり出ちゃって。すみません、確かめたいことがあるんです。ちょっとパソコンをお借りします。あ、ちょっと桃井くん。桃井くん、報告書もできたことだし、私ちょっと校長に絞られてくるから。あ、すみません、本当に僕のせいで。いいのよ、それじゃあ後のことお願いね。あ、そうそう、子猫のことも忘れないでよ。何かあったら私の携帯にメールしてくれればいいから。すみません。中学、これもだ。みんな同じ出身校。三浦さん、雄一郎さん、松井先輩、それにまさみさんに三石君まで。